はい、皆さんこんにちは、ワンダリングビッシュです。では今回は信長の野望蒼天6パープキットの続きを、やっていきたいと思います。前回までにですね、浅井朝倉連合軍、これを侵入させたというところと、あとはですね、畿内一帯に勢力を誇っていた三好、いわゆる三好三人衆ですよね、これも撃破したので、いよいよ本願寺と戦っていきたいなというふうに思っています。で、忍者の潜伏先をですね、すでに本願寺石山御坊に変えてますので、ここでまずは難攻不落石山御坊の破壊工作から始めていきましょう。いざ開戦した後はもう本願寺とは一気にケリをつけていきたいので、力を貯めて貯めて門を破壊して破壊して、一気に軍事行動に移っていきたいというふうに思っています。奉行の任命とかはどうだろう、ある程度進んでいるものの、ちょっとこの辺りで一旦見直しだけさせてください。あれから結構ね、動いているので武将の質量ともに。あとは取引でどうだろう、商人と、京の町の商人と信長自らちょっと鉄砲を買いましょう。鉄砲、信長を後々鉄砲に戻したいので、というかもう今すぐ変えられるね、信長の兵種を。あ、すでに鉄砲になってますね。鉄砲にしていきましょうというところと、あとは秀長も鉄砲に変える、この際。こんなところですかね。戦闘向きの武将っていう意味で言うとここまでかなと思います。そうか、半兵衛もちょっと鉄砲、いや半兵衛は結構前線で、最前線で戦ってもらうことが多く、消耗が激しいのでやめておきましょう。あと軍団を、そう、創設しました。柴田勝家率いる軍団、これを、大聖寺、本願寺のもう一つの拠点大聖寺に向けて攻略を挑むように、指示を出しています。なので今第一軍団が信長、第二軍団が勝家という編成になっていますね。ではこの後はちょっと訪問関係、いや外交だな、諸勢力への金のばらまきをやっておきましょうか。どこにも属していないようなところはどんどん金をばらまいていきます。特に水軍とかが反乱を起こしてもめんどくさいですからね。堺の町人衆にも金を送る。全く関係ない話なんですけど、僕が大好きだった This is the Police っていうゲーム、もしかしたらね、見ていただいていた方ももしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、これの続編 This is the Police 2がいよいよ8月3日に発売ということで、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、残念なのがその肝心の8月3日発売日、ここがですね、ちょうど香港に旅行に行っていて、発売日にプレイができないっていうのがね、ちょっと悲しいんですけど、ただ間違いなくプレイの方はやっていきますんで、ぜひぜひ楽しみにねしていただければ嬉しいなというふうには思うんですが、This is the Police の、1というか This is the Police 自体はきっちり最後までプレイをしているので、もし興味ある方いらっしゃればぜひチャンネルの中でね This is the Police の方も見ていただければなと思います。あと This is the Police でちょっと気になるのが、最初1の時は日本語化されてなかったんですよ。で、ちょっと経ってから日本語化、ちょっとっても結構経ってからだと思うんですけど、日本語化されたので This is the Police 2、これが
初めから日本語化されてるかどうかはちょっと気になるところなんですよね。安土城に武将、いや敵、本願寺で、いや違うな、忍びが、忍びの里、甲賀の里が攻められている。お、大聖寺攻略したの早いな。ということは我々も軍を起こしましょうか。まあ、信長自ら陣頭に立って、ここ石山郷ちょっと早いかなという気はするんですけどね。もう総力戦ですね。出し惜しみしてもしょうがないので、定勝も出して、鳥羽城って今誰が守ってる、あの津城ですね、滝川か、まあ、ここは残しておくか。今だと画面の真ん中に映ってる石山御坊を叩いた後は、犀賀、ここを攻めていきましょう。まあ、なんといっても反米頼みの信長軍なので、それにしても上杉めちゃくちゃでかいよな。まあさらにね、上杉という後ろ盾を得て、まあ、心中している大名家もあることを考えると、これ上杉を叩くには剣痕一滴、剣心を打つしかないかなって感じですよね。まあ、ただ例によって剣心の多分戦闘力ずば抜けてるんじゃないかなとは思うので、まあ、この辺り朝倉、畠山、あとは武田、心中させているこれらの、まあ、諸大名に関しては、まあありきたりですけど、とりあえずの間は吉見を通じておきましょう。ちょっと武田っていうとね紛らわしいんですけど、これは甲斐の武田家と若狭の武田家あって、若狭の武田家が今侵入している状態ですね、織田家に。まあ、ここは例によって本願寺の石山御坊を、10人以上が破壊工作して誰も工作に成功しないって、この忍者の質もちょっと問題だよな。なので忍者の質を上げるために一旦甲賀、伊賀それぞれに使者を送って仲良くしてもらいましょう。といっても甲賀はもう有効度100ってことは、今忍者甲賀から新しく雇い入れた場合はもうちょっと能力の高い忍者を預けてもらえず、伊賀もそうですね。ちょっと次忍者の有効期限が切れたら更新しないで新しく雇い入れる方向に変えましょうか。まあ幸いお金には困ってないという状態になってますからね。もうお金た兵糧だっていうところに困るのはやっぱりポケット戦国が一番苦労しましたね。お、姉小路が上杉家寝返った。
さあ、そしたらちょっと一旦総攻めに変えていきますか。ちょっと本願寺石山ごぼうの兵数とかを確認して、兵数4300、ただ武将が4だったらいけるな。これは再び半兵の離反、あとは刑事の挑発が生きてきそうだな。まずは早々に離反を使いたいので、うわ、刑事がいきなりなんか やってくれてるわ。いや、ほんと離反強いですよね。もう離反だけやってれば勝てるんじゃないかっていう。まあ通常っていうか、まあ一般的には城攻めするには敵の城兵の3倍ぐらいの兵は必要だと言われてるのが通説だと思うんですけど、半兵がいるだけで兵数が劣ってでも勝てますからね。まあ兵数が互角だったら間違いなく勝てるっていう。本当にね、半兵衛恐ろしいですよ。さあ、もうあとはこのままいけば石山ごぼうもあっさり攻略が完了しそうなところですね。信長はね、美の攻略にも手間取りましたけど、それと同じかそれ以上にこの本願寺攻略にも時間かかってますからね。さあ、刑事は挑発が溜まったらすぐ挑発を発動していきたいんですが、まだたまらない。もうちょっとですね。その前に半兵衛の離反が先にたまりそうだな。いや、挑発が先にたまった。そっからの突入。お、縄文1個突破しましたね。いやー、強い。やっぱり半兵衛と刑事、ここの挑発と離反、恐ろしく強いな。権利は、まあ、実際には権利はね、追放というか、まあ、移動というかさせているんですけど、まあ、このゲーム上ではもう処刑しましょう。お、鈴木、これ、雑賀も、じゃあ、こちらの傘下に加わったわけだな。これはありがたい。そうなるとそのまま行軍指示でどうする。別所を攻める。中立になってるけど、いきなり別所に向けて宣戦布告。あとは一式山名浦上、まあ、この辺りと先端を開くんであればどうだろうな。鈴木畠山追っておいていいっちゃ追っておいていいよな。ここは一気にじゃあ別所を攻めましょうか。
別所攻略に入りましょう。別所からするとマジかよってなりますよね。で、別所を攻略したら一旦足利将軍家と手切れをして京都一帯を完全に抑えましょう。いや、里のものを返したいんだけど、返したいっていうのはもう里に戻ってくださいっていう意味。いや、本当に上杉でかくなってるな。まあ、ただ信長もまあ畿内一帯、まあ足利将軍家は残ってますけど、これは室町御所を攻撃して一気にこれを撃破すれば終わるので、四国にも勢力を伸ばしているというのを考えたらだいぶ大きくはなってますよね。なので第三軍団として四国の平定軍を組織しましょうか。ただこれを誰に指揮をさせるかですよね。一益が生きてれば滝川一益とかでもよかったんですけど、肝心の滝川一益は桶狭間の戦いで死にましたからね。まあ、実際には皆さんご存知の通り、あの信長の方面軍は、まあ、越前方面、越中越前、北陸方面って言った方がいいのかな。これが柴田勝家で、畿内担当が明智光秀、中国方面が秀吉、そして関東方面が滝川一益でしたからね。では今お話したように第三軍団を作っていきましょう。ここ誰を抜擢するかだよな。三好か。ただ三好に任せておくっていうのはちょっとナンセンスなんで、人事堂で武将移動しましょう。でここに誰を行かせるかだよな。ろくな、まあろくなっていう言い方するとちょっと失礼ですけど、ちょっといないんで今のまま三好に任せましょう。危険は承知の上で。で忍者の潜伏先をちょっと変えていきます。石山御坊に今大量12人いるんですが、これを八神城に変えていきましょう。で四国方面軍、まあ方面軍というか四国の平定軍は三男の信孝でしたっけ。それに副将で丹羽長秀をつけていたところ、有名な本能寺の変が起きて頓挫したっていうのがねあったと思うんですが、まあ、今回はだいぶ攻略スピードは速いんで、そうか、あのせっかく組織した第三軍団、これに四国の平定の指示を出してなかったですね。ちょっと急いで出しましょう。であとは勝家の第二軍団、これも七王城とかの攻略に次指示を出していきましょうか。そうか、三木城といえば冷え殺しでしたっけ。あの秀吉が兵糧攻めをしてましたよね。
で今後の戦略は今お話したように各方面軍には、攻略を命じつつ今信長が攻めている別所これを平定したら足利将軍家と対戦していきましょう。ではちょっとね能力の高い忍者を借りるように変更していきます。でちょっとさらっと流しましたけど今家康が松平から徳川に変えましたね名前を。まあ、毛利はまだバカでかくはなってないけど上杉がバカでかくなってますからね。ではちょっと忘れないうちに先に各方面軍に指示を出しておきましょう。第二軍団ですが目標を七尾城攻略に向かわせましょう。で第三軍団ちょっと心もとない部分もあるんですが第三軍団はズバリ四国の平定戦を行ってもらいましょう。まずは長宗我部かな。長宗我部とまともにぶつかって今の第三軍団の兵力で勝てるかっていうとちょっと疑問はあるんですが、Cか。能力やっぱ A クラスの忍者を借りたいところですけどね。 DDDDC ですね。なんかちょっと微妙だな、まあ、しょうがないといえばしょうがない。じゃあ潜伏先を多分ね手こずるであろう長宗我部攻めのために回してあげましょう。甲賀と伊賀をこう混ぜると良くないとかそういうのは多分ないと思うんですよね。さあでは軍事行動に移りましょうか。一旦力攻めをさせて二騎乗も力攻めにしていきましょう。まあ例によってねさっき御坊を攻めた軍勢がそのまま残ってるのでこれでいきましょう。あとは軍勢がどれくらいいるか。いやーこれは圧勝で終わるな。三木城は兵糧攻めではなく力攻めで落とすことになりそうですね。あとは今半兵衛めちゃくちゃ重宝してますけど黒田官兵衛も欲しいよってなると姫路城の攻略を急ぎたいな。秀長も離反持ってたか。いやーこの秀長半兵衛この二人いるだけでめちゃくちゃ強いな。
っと、やっぱり反米の離反の方が秀長の離反よりも強いですね。反米の離反が失敗したところちょっと正直見たところがないので、さあ挑発で敵を引き出してこれを袋叩きにして合戦に勝利ですね。いや本当に強い。義政の攻撃は失敗したか。となると、まあ、信長の本体、これを差し向けましょうか。で別所も切り従いちゃいましょう。まあさすがに別所の本拠地八神城は硬そうな感じなんですかね。文句なしで強いからな半兵衛。お、今回は八神城はもう本丸の直前まで迫ってますね。まあ数でも勝ってるし、もちろん武将の質では圧倒してると思うんで、突入って未だに成功したことないんだよな。いや信長傘下の武将、信長旗下の武将の中でも一番使えるのがやっぱり半兵衛で、あとは秀長もね、反米ほど成功率は高くないんですが、やっぱり強力な離反持ってるんで強いですね。別所はどうする？一旦従属させる？従属させよう。そしたら疲れてる人たちも多いと思うので、一旦武将たちは帰らせましょうか。非常に順調だな。あとはちょっと待ってね、でも毛利がそうは言ってもどうだ、結構進出してきてるな。猿掛けまでは入ってきてんだな。CDD、まあ、CDD だったら同じような質のものが多分雇われると思うので、このままにしましょう。 DCB、 B は絶対そのまま継続ですね。おそらく C か D の武将というか、あの忍者を雇わされると思うんで、
何、伊達も上杉に屈服したか。もう本当に北陸から上は上杉一色ですね。武田がもうちょっと頑張ってほしいなって感じはするけど、お、高本だな。高本は元就の嫡男ですね。で、まあ、若くして当主になった後死んでしまったんで、謀殺されたとも言われてるらしいんですけど、まあ、いずれにしても死んだことによって家督をそのさらに幼い息子輝元に譲るんですけど、まあ、幼すぎる輝元を、まあ、支えるっていう意味で結局実権は元就が握ったままだったというのが毛利家の実態ですね。はい、ではちょっとね、時間も30分というところになりましたので、今回は一旦じゃあここで終わりにして、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。